オルテズは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ピレネーザトランティック圏のコミューン。コミューン内をポー川とそのシリューラー川が流れる。ポー川ワ砂岩のサントシュザンヌ地区はかつて独立したコミューンであったため、現在も住民は自らをスザンイズと呼ぶ。同じく砂岩にあり、コミューンの南部にあたるデパール地区は、かつてソーブラード修道院の要塞であった部分である。 オルテズの名は、1193年と1194年に、ソーブラード修道院の特許状大長にオーテス、そしてオーティジアムと記されていた。1220年には、オーシージーム、14世紀のジャンフロアサールは、オータイズと記した。この名前の由来は、完全に解明されていない。しかし、オック語言語学者、ミシェル・グロクロードによれば、 ガスコーニュ語の音声学上の異なる発音が示されており、もともとはアクイタニア語の人名から派生したとみられるという。イベリア半島でオルティスという名称があるように、ラテン語で要塞を意味するフォルティスの現地語発音とみなすことができる。ガスコーニュ語で RT は庭を意味し、ラテン語ではォートスというが、この説は除外されている。 サンピエール教会オルテズの町の最古の部分には、11世紀以前のものはない。二つのロマネスク様式の教会があり、一つは旧市街に、もう一つはサンピエール教会内に取り込まれている。これらの教会の周りにそれぞれ人家が集まり、二つの町を作った。第一の町は、ポー川を渡る橋を備えた要塞で、時代ごとに強化されていった。 もう一つの町は商人のもので、教会から自由に商いを行う権利を得ていた。1260年代の話し合いの結果、二つの町で議会を構成することとなった。この出来事を象徴するものは、橋にある塔とサンピエール教会の鍵を表しているコミュンモンショーン紋章である。町は急速に拡大していき、1250年代に、 ベアルン死者ガストン七世が自らの第一の住居としてオルテズに城を築かせたほどであった。同時期に彼は旧市街を守る木製のフェンスを本物の防護壁と交換させ、本物の要塞としての門を備えた橋を架けさせた。13世紀から15世紀、オルテズはベアルン死者の本拠地となっていた。1460年、ベアルン死者は本宅をポーへ移したが、 アンシャンレジーム機のオルテズは地域で最大の都市であり続けた。オルテズには市場が残り、そこからバイオンヌの港へ物資が運ばれ輸出されていった。町はユグノー戦争中の1569年の2度の戦いで破壊された。アンシャンレジーム時代のオルテズは小さなままだった。城の麓にあるモンカードの町はその軍事的役割から長い間。 コミューンの他の部分とは分離されていた。17世紀から18世紀、大西洋貿易を通じて豊かな経済を築いた。商人たちは富を蓄えて、以前は木材と土で作られた家は石造りとなった。屋根は焼いた瓦で吹き直された。旧市街で、現在もこれらの建物が見られる。1814年のオルテズの戦いでは、ウェリントン公爵。 アーサー・ウェルズリー率いるイギリス・ポルトガル連合軍が、ニコラ・スールと率いるフランス軍に勝利している。しかしこの出来事が町に及ぼした影響は小さかった。1957年以降、ダックでの天然ガス発見によって、オルテズ人口の爆発が生じた。15年間の間に7200人から11000人まで急激に増えたため、 郊外の住宅建設や公共施設建設が続いた。1973年、オルテズはサントシュザンヌと合併して、オルテズサントシュザンヌと改名したが、その後単なるオルテズに戻した。経済は家畜の繁殖やドウ栽培といった農業が主体であるものの、織物産業や工業も町の経済に貢献している。オルテズは、 ベアルン地方にあるワインの奥地域の一部となっている。オルテズには、バイオンヌの生ハムの生産者が多くいる。オルテズは多く指定されているチーズ、オッソーイラティの生産地域に入っている。ありがとうございます。